西側が海に面しており、川もある知多市は水害への備えが必要じゃ。こちらの新舞子マリンパークは名古屋から最も近い海水浴場としてにぎわい、愛知県で一番早く浜開きをするんじゃ。新舞子マリンパークでは毎年訓練を行っておる。2018年には初めて隣接する魚釣り施設でも訓練が行われたんじゃ。マグニチュード9の南海トラフ巨大地震が発生すると、新舞子マリンパーク付近は震度7、73分後には3.7メートルの津波が来ると予想されておるんじゃ。ここで問題。知多市が制作したハザードマップがある。この色分けされている場所は津波の高さを表している。丸か×か。こういうハザードマップというのがあって、見たことがなんとなくあるっていう人もいるかもわかりませんけど、じゃあ何を意味しているかって聞かれると、なんだっけってなるので、この問題を出しました。さあ、それじゃあこの赤くなっている部分は津波の高さを表している。ここは高いですよ。それでは聞いてみましょう。その通り、丸だと申した。拍手。お、ちょっと不安そう。不安そう。はい、違うよっていう方は拍手。お、なんか自信持ってされてる方いますけど、お、みんな自信あり。え、ちなみに何だと思います？浸水の可能性がある。浸水の可能性がある。あ、浸水、水に浸かるとか。おー、どうなんでしょう。答えは実はこういうことなんですよ。正解は×。ハザードマップには浸水の深さと浸水するまでの時間を表す2種類があるんじゃ。沿岸部や川沿いは2メートル以上浸水する場所もある。急いで高台に避難しよう。